ウィリアム・サタリー・パイはアメリカ海軍の軍人。最終階級は中将。出生地はミネソタ州ミネアポリス。1897年にアメリカ海軍主管学校に入学。1901年に卒業して1903年6月に海軍将尉に任官される。1901年から1905年までに戦艦五席。 装甲巡洋艦の乗組員を経験し、海軍兵学校、海軍大学校で勤務した。第一次世界大戦開戦後の1915年から、新しく収益した、駆逐艦、ジャコーブ・ジョーンズで従軍した。その際に、大西洋艦隊の司令部員に加わり、海軍十字章を授与された。第一次世界大戦の終戦後、1919年から、 アメリカ海軍作戦部長を務め、1922年から約1年の間、戦艦ペンシルベニアの副長も務めた。駆逐隊の司令官になったが、間もなく新しい任務のため、アメリカ海軍省のあるワシントンに戻った。それから5年間、ペルー派遣艦隊司令官として多くの任務に従事した。翌1932年から大佐に昇進、戦艦レバダの艦長となった。 その後、順序に昇進して、海軍大学校に通いつつ、偵察部隊の参謀長、戦隊の司令官、そして偵察部隊と司令官を任ぜられた。一時的に中将に昇進し、1940年から戦艦戦隊に加わり、1941年に戦隊の司令官になった。太平洋戦争の真珠湾攻撃が原因で、 太平洋艦隊司令官 HE 金メル大将が解任されると12月17日から司令官代理として太平洋艦隊の指揮を取った。アメリカ海軍が防衛する予定であった植木島に空母サラトガをはじめとする救援部隊を派遣を決断するが日本軍の再上陸が報告されると空母の損失を恐れて呼び戻した。12月31日 チェスター・ニミッツが大将に昇進して、太平洋艦隊司令官に任命されると、ウィリアム・パイは、戦隊司令官に戻った。生き残った戦艦の白地をサンフランシスコに交代させ、ミッドウェイ海戦の際には、日本軍のアメリカ西海岸への攻撃を警戒するため7隻の戦艦を率いて出撃した。1942年10月まで戦艦部隊の指揮を取った。その後は、 海軍大学校の校長とロードアイランド州、ニューポートの海軍作戦基地の指令を兼任し、1944年7月に退職したものの、1945年12月まで現役として校長の任を続けた。1959年5月4日にメリーランド州ベセスダで死去し、アーリントン国立墓地に埋葬された。ありがとうございます。